さあ、アンドリュー・スミスアンドリュー・スミスは、スコットランド出身のグニー、探検家、民族学者、動物学者である。南アフリカの動物に関する多くの著作を残した。ロックス・バラシャーのホイックに生まれた。エディンバラ大学で医学を学び、陸軍の医療部隊に1816年に入り、医学号を1819年に得た。1820年に、 ケープ植民地に派遣され、兵士の治療を監督することを命じられた。1822年のアルバニーの地区の医師に任命され、現地の患者の治療も始めた。アフリカ内部の博物学的探検を引き、博物学、人類学の興味を満たした。何度か当局の要請で国境を越えて、キャフレリアなどの万通族の地域を訪れコサ人の風俗について調査報告した。 1825年に、ケープ植民地の異性者、チャールズ・サマ・セット卿によって、ケープタウンの南アフリカ自然種博物館の監督者に任じられた。1828年に、ナマクアランドの調査を命じられ、その結果を1831年の著書、ブッシュマンの起源と歴史に表した。同じ年に、南アフリカ東部の正常不安から、 ズール王国の国王ディンガネの情報収集を助けた。1833年には、ボーストランド、クルマン、マゲリスバーグへの18ヶ月にわたる探検旅行を行った。1836年に、この探検の簡単な報告書が書かれたが、詳細の記録を自ら発表しなかった。20世紀に入って、スミスの日記が、The Diary of Dr. アンドリュー・スミス、Director of the エクスペディション・フォー・エクスプロー r ング・セントラル・アフリカ、1834から36として出版された。1837年1月にイギリスに戻り、南アフリカの動物図五感本の執筆に取り掛かった。軍医の地位も向上し、1845年には陸軍軍医総監のジェームズ・マクグリガーの副官になり、1853年にマクグリガーが退役すると、 軍医総監となった。クリミア戦争中の医療の責任者であったので、タイムズ氏やナイチンゲールから医療体制の不完全さについての非難を受けることになった。1857年王立協会フェロー選出。1858年に健康上の問題で引退し、その時点でバス勲章を受勲した。1872年死去。ありがとうございます。